デイリーメールの山根です。本日は編集部からね、磯野さんをお招きしております。よろしくお願いします。世間は今3連休だそうですがね、我々は事後ビルの雑誌の方のね、事後締め切り間近でして、はい、休日も出勤しているというところなんですけども、非常にこの驚きのねニュースが飛び込んできまして、というのもこれアメリカ、13日の昼ですね。で、日本では、14日の未明の話になるんですが、はい、ペンシルバニア州バトラーでドナルド・トランプ前大統領の銃撃事件という、はい、ね、集会を開いてたわけですよ。そしたらこう銃声がねパンパンと聞こえて、はい、そしたら、トランプさんの耳にねこう違和感を覚えたのか、でしゃがんで、そしたらこうシークレットサービスがバーってこう覆いかぶさるようにねこう駆けつけてっていう、まあ、これ暗殺未遂とね言っていいと思うんですけれども、はい、これ非常にけしからんと言いますか、これ民主主義の、ね、根幹に関わる事件として、これはね絶対扱わないといけないなと思って、これカメラ回してる次第なんですけれども、これやっぱり一番思い出したのは、あのつい先日安倍さんのね、安倍元総理の三回忌を迎えて、そのビルでもね特集で、磯野さんにはあの奈良のね銃撃現場、大和西大寺駅ですか、でその後あの慰霊碑の竜魂碑にこう行っていただいてね、そこでこうルポをしていただいたんで、いろいろ思うところはあったんじゃないかと思うんですが、はい、いかがでしょうかね、はい、まず今回は SP の対応が早かったですよね、はい、いやこれはさすがアメリカといいますかね、奈良県警とどうしても比べてしまいましたねこれ本当にそうですね、安倍さんの時はこう何発か2発ぐらいでしたっけ、音が鳴ってからこう慌て出したっていう感じだったんですけど、今回は一発銃声が聞こえたらゲラウゲラウみたいな、このなんか腰落とせみたいな感じのことを叫んで、そのまま覆いかぶさってきたんですけれど、はい、対応の差がすごいですよね、日本の場合、安倍さんの場合はその第一撃の後その近づいて容疑者がもう一撃で、そこのね、この間がどうにかならなかったのかという、はい、悔やまれるわけですけれども、はい、本当にね日本警備体制どうだったんだろうというのをね、はい、思わずにはいられないという、そうですね、トランプさんも結構身長高かったと思うんですけど、はい、もう SP の人たちもみんながたいがよくて、その人たちがもう 5,6 人ぐらいですか、こう周りを囲んでこうやってかばいながら、ね、逃げていきましたけれども、その時にトランプさんがこうやって腕を上げてるっていうのありました。まあ、トランプさん、まあ、自分はね無事ですよと、全然屈しませんよっていう、まあ、アピールだとは思いますけれども、あれは力強い、トランプ死なず自由も死なずというね、言ったものかもしれませんが、あれ非常にこうアメリカらしいというか、まあ、トランプ氏らしいなと思うわけですよ。ただですね、そのシークレットサービスのこの近くにいたね、シークレットサービスがこうすぐ駆け寄って覆いかぶさってっていうのは良かったと思うんですけど、これ結局その狙撃犯はこれ殺されたんですけどね、なんですけど、会場から数百メートル離れた建物の屋根の上にいたと、でそこの警備どうなってるのかなと、でトランプ氏っていうのはもう常に安倍さんがねああいうことになったんで、まあトランプ氏を、まあ、殺してやろうというね、こう動機を持ってる人はおそらくこの世界中にたくさんいるわけですよ、荷物検査とかではなく、それ以外にも周りの警備もっとこれ強化すべきだったんじゃないかなとね、まあ、日本に比べたらだいぶマシかもしれませんが、そのあたりも今後ね調査してほしいなと思ったところですと。でそれを踏まえてサンデーモーニングというあの極左系のねテレビ番組が、TBS でねあるわけですけれども、そこが、トップニュースとしてこのトランプ氏のね、暗殺未遂事件を扱ってるわけですよ、はい、そこでですね、元外務次官のこの薮中みとじさんというね方がいらっしゃいますが、でこのトランプ氏がねこの右拳を振り上げて無事をアピールしたことについて、俺は元気だぞと、でむしろ選挙戦で言うと変な話ですけど有利に働く可能性があると指摘。でそれを踏まえて、あの前場アナって元 NHK にいたね、はい、これも最悪ですわ、はい、でそうですねと、でプラスのアピールにもなりかねないという感じもしますねと。で確かにこれを受けて、まあ、トランプ氏の当選って、まあ、ほぼ確実になったと思うんですね、ただでさえバイデン氏がもうああいう健康不安の状態なんでね、とはいえこの前場さんのプラスのアピールにもなりかねないっていうのは、もういかにももう何プラスのアピールになってほしくないみたいなのがにじみ出てて、もう悔しさがにじみ出てるわけですが、はい、ここも相当なんか歪んでるなと思いますよね、はい、これをなんだろう、誰に向けてのこの報道なのかというか、これを支持する、このコメントを支持するってもう犯罪者しかいないじゃないですか、まさに本当に誰が喜ぶと思ってこういうことを言ってるのかっていうのは気がかりですね、例えばニューヨークタイムズ、ワシントンポストとか CNN が、まあ、トランプ憎しでこういうことを言うならまいし、なんで日本で
こんなトランプ氏への敵意を向けるのかが、いまだにね、ずっと私疑問だったんですけど、なんで日本のメディアが大統領選に関してこう歪んだ報道するのかって、まあもちろんそういう提携してますからね、例えば朝日だったらニューヨークタイムズと、そこからの情報をそのまま仕入れてるのかもしれませんが、もうね、あまりにも歪んでるとしか思えない。そうですね、まずこの報道をトランプさんが見たらどう思うかって考えたら、もうなんか同じ日本人として恥ずかしいです、うん、いや本当にね、前場さんといえば確か高市さんが前回総裁選2021年出た時にもなんか意地悪な質問して、はい、今その政権構想にはその、ね、弱者救済、はい、この格差解消っていうのを言及されていないと、だからどう思いですかみたいな質問をぶつけて、で華麗に論破されて退散していましたが、懲りないんです、ね、懲りないんですよ、このゼンバーナっていうのはね、うん、こういうのがたくさんいるんでしょうね、マスコミ界はね、うん、そうですね、磯野さんが担当してくれた関平さんと岩田さんと一緒にこの奈良のね、はい、事件現場と流行碑に行ってくれた、はい、その記事ルポはこの今発売中のね最新号を掲載されておりますが、はい、そこでその暗殺犯をね称賛した奴らを許さないというタイトルになってるわけです、はいはい、で私もやっぱり思ったのが、あの島田雅彦、はい、で島田雅彦ね、ご存知かと思いますが、この安倍さんの暗殺についてこんなことを言うと品色を買うかもしれないけれど、今まで何ら一矢報いることができなかったリベラル市民として言えば、せめて暗殺が成功してよかったと言ってるわけですよ。で他にも例えば前川喜平が、あの立憲民主党の都議会議員の五十嵐恵里でしたっけ、五十嵐恵里となんかトークセッションみたいなのやってて、でそこでこう安倍さんについてこう気の毒だとは思ったけど悲しいとは思わなかったとか言ってなんかゲラゲラ笑ってるわけですよ、はい、この女の時とね、みたいなこうリベラル市民たちがいるわけで、はい、何でしょう、こう今バイデン氏も相当まあ追い込まれてるじゃないですか、ね、で一矢報いてやろうと、はい、言論であったり政策論争では絶対勝てないからトランプ氏に、うん、まあ、一矢報いてやろうと思うアメリカ版前川喜平とか、アメリカ版島田雅彦みたいなのが、そういうマインドでやった可能性もね、はい、もちろん容疑者は射殺されてるんで、はい、わからないんですけども、はい、今の段階ではね、はい、だからそれ非常にこれ危険だなと、だからこそ風化させてはならないなと、安倍さんの事件をね、間違いないと思う次第ですが、はい、共和党は、まあ、その全米ライフル協会みたいなのが、まあ、支援ついてるわけじゃないですか、はい、でトランプ氏も、銃規制には反対してると、でバイデン氏であったり民主党陣営はこれ銃規制をねしようと、はい、まあ、それもう前々から何十年も前からこのね、はい、共和党と民主党でこう争ってるわけですけど、はい、そこを持ち出してなんかトランプ氏はこれ自業自得なんじゃないかみたいな風潮がね、はいはい、そういう声もねしばし漏れ聞くわけですよ、はい、銃には銃で対抗しないといけないというね、これ非常に難しい問題なんですけど、はい、ただ銃が認められてない日本で安倍さんがね、はい、ああいった形で暗殺された、はい、これどう考えるかというところですよね、はい、でそこも結局だからトランプ批判とか安倍批判ありきなんですよね、そこにそう銃社会是か非か論争みたいなものをね持ち込まないでいただきたいと、そうです、まあ、ありとあらゆる手を使ってね彼らこう印象操作してきますから、はい、それは気をつけないといけないなと。いやそれにしてもサンデーモーニングっていうのは関口博士が MC 辞めてもまだこんなことやってるんですね、私関口博士辞めてから1回しか見てなかったんですけれども、はい、まあねこういう過激なことをね言わないと視聴率が稼げないでしょうね本当にそうですね、はい、その腕をトランプ氏が撃たれてもなおこうやって腕を上げながらっていうのが、あの僕のヒーローアカデミアっていうアニメのオールマイトがその平和の象徴としてこうずっと立ち続けるっていうのがあったんですよ、どんなにあの倒なんどんなにボロボロになっても立ち続けるっていうのがあって、まさに平和の象徴なんじゃないかなと思いました、うん、それこそもう2024年の1枚、ね、最高の1枚じゃないですか、あれは本当にそうですね、で下から撮った、でこれをもって例えば薮中さんは、変な話ですけどトランプ氏の有利に働く可能性があるというか、これで、まあ、それは事実だと思うんですよ、はい、でこれ有利に働きますわ、でもうはっきり言ってよっぽどのことがない限りはトランプ氏がこのままいけばもう勝利すると、はい、そうですね、まあ、だからこそ、てかまあこれがなくてもうバイデン氏ボロボロだったんでね、はい、だからこそこう何リベラル市民として一矢報いてやろうという輩がね現れたのかもしれませんし、だから改めて申し上げますが、だからその安倍さんのこの事件を風化してはならないと、おそらくこの分かんないですよけども、おそらくプライムミニスター安倍はこう銃撃によって亡くなったと、死んだと、でその後こう日本の政治っていうのは完全にもうガラッと変わってしまって今に至るわけで、その状況今トランプ氏
に暗殺成功すればアメリカ社会の何でしょう、こういう保守反動というかね、はい、いわゆるアメリカファースト的な極右的なものが是正されるだろう、はいはい、みたいな発想でこう強行に及んだ可能性も否定できないんでね。そうですね。この前都知事選であるとか、あの東京15区の補選、はい、でその選挙妨害っていうのがあって、この安全な治安のいい日本ならではだったわけですよ、その、はい、いわゆる街頭演説できるであるとか、う、ね、はい、こう有権者一人一人とね握手できるっていうのは、はい、でもそれがもう今危うくなりかけてると、はい、でアメリカっていうのはまあ自由社会というのもあってね、まあ、危険が潜んでるわけで、はい、こういったこう支持者の集会でしかまあできない状況があるわけですよね、はいはい、っていうところの、なんだろう、日本でもとか世界的にこういう、なんでしょう、こう暴力によってね、こう政権を倒してやろう、政治家を殺してやろうっていう動きがこう蔓延して広がっていけば、はい、こういう日本でもこういう演説会、街頭演説みたいなのはね、ああいう風景はもう見れなくなってしまうかもしれませんし、はい、そのあたりも非常にこう悲しいことだけどもしょうがないのかなと、はい、うん、今度時代の流れ、はい、まあ、逆行してるわけですけれども、はい、岸田さんもね、なんか爆竹でしたっけ、ピース艦爆弾みたいなのをね、はい、投げられてましたけども、はい、安倍さんがその日本は平和なんだからそんなこと言わないでくださいみたいな答弁を辻元さんにおっしゃってましたけれども、うん、信頼、日本への信頼を裏切るようなことをしだしていますよね。辻元清美で思い出しましたけど、 TBS といえば、はい、前科がありまして、重信房子が、はい、出所してきた時、はい、それあの報道特集のね、あの金平重則とか、はい、あとこの三森のコメンテーターである青木理ですか、はい、青木治共同通信のね、はい、とかがもう危機として、重信さんを帰りって、もう完全なテロリストですよ、重信房子っていうのは。もうテルアビブ空港でね、銃乱射、要は暴力で、まあ、この政治を変えようとした人たちを礼賛するようなテレビ局というか、そういう人たちを出しているテレビ局が TBS であって、まあ変わらないんだなと、うん、早く潰れた方がいいです、はい、早く潰れた方がいいですという結論です、はい、いや本当に本当に早く潰れた方がいいと思います、はい、本当にね、何でしょう、こう呆れるというかね、もうなんか苦笑いしか出ないんですけれども、改めてね、このトランプ氏の暗殺未遂に際してもやっぱ TBS って潰した方がいいなって、うん、ちなみに先々週かな、2週間前に報道特集に私が出てたらしいんですよ。ああ、そうですね、あの、はいはいはい、見ました、まあ、見ました、あの杉田水脈さんの件で、はい、で杉田水脈さんがそのアイヌに対してこうすごいヘイトスピーチをしてるっていうので、はい、このデイリービルで私と杉田さんが話してる場面が、はいはい、あの全国に流れたそうなんですけれども、うんはい、最低ですよね、もう最低、はい、最低モーニングです、はい、最低モーニング本当に最低モーニングです。でもひとまずトランプ氏がね、これは無事で良かったのかなと、はい、これ命に別状はなさそう、これ耳のところをね負傷したみたいなんですけど、はい、ただ聴衆一人が死亡で一人が重傷を負っているということで、はい、まあ、今後、まあ、どういった動機が、ただこの狙撃犯自身はもうね殺されてるんで、はい、どこまで究明できるのかっていう、これ究明するかどうかっていうのもすべきかどうかっていうのは微妙なんですよね、はい、それこそ日本の場合は安倍さんね、暗殺犯、それで動機がうんぬんっていうので、この統一教会の問題につながって、はいはい、でなぜか知らないけど安倍さんが加害者みたいな感じの報道をなされましたよね、はい、でこの暗殺犯の方が実は被害者なんじゃないかみたいな、本当にね、だからこの動機っていうのはもう問答無用に射殺、うん、でもテロリストに名前はいらない、動機もいらない、でいいのかなともね、思いますが、まあね、注視していきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。近藤さん、今日も収録お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、あれ、はい、いつも山根さん、はい、かっこいいけど今日またさらになんかあれどうしたんだろう。確か前回はこの万年筆でしたよね、うん、確か男は手元からって言いますからね。そう、男は手元、はい、あれ男は手元右手バージョンだったから、はいはい、あら今日は山根さんの左手の手元がかっこいい、はい、気づきましたか。気づいちゃいました。いつもと違う腕時計つけてるんですけどね、うん、かっこいいですね。はい、これなんと、うん、風と雪、うん、コラボ商品なんですよ。あー、はい、なるほどなるほど。これねデイリービルのね、うん、視聴者といえば、まあ、愛国者だらけですよ、はい、というか愛国者じゃないと、うん、デイリービルなんて見ませんね、視聴しないかもしれないですがね、はい、そんな愛国心あふれるデイリービルの視聴者の方であればもう大注目のね、うん、そうですね、腕時計なんですよこちら、はい、
はい、わ、かっこいい。これ、ケンテックス。ケンテックスの腕時計でして、うん、ブルーインパルスソーラープロという。ブルーインパルスってあのブルーインパルス？あの、自衛隊のブルーインパルスです。で、このメーカーは、はい、国産、腕時計会社のケンテックスっていう会社でして、はい、で、航空自衛隊、幕僚幹部協力による、だからオフィシャルです。おー、うん、オフィシャルで協力によるブルーインパルス公式エンブレムがね、ここにデザインされてる。うん、かっこいい。で、はい、これソーラープロ。で、これソーラーでね、動いてるわけですけれども、うん、はい、20分の1秒単位の時間計測は可能。だから 0.05 秒単位。すごい。めちゃくちゃ正確です。で、この組み込まれているソーラー、うん、もうこれ中国製じゃもちろんありません、うん。ありません。これ日本製ですね。しっかりこだわってます。それはやっぱりもう風と雪ですから。ね、大和心。はい。で、ブルーインパルスが創設されたのが1960年なんですって。はいはい、それにちなんで1960本の限定生産、うん、これは1960本しかないんですか？そうなんですよ。あら、意外にあるって思いました。いや、待って、そうじゃないです。で、ここね、外しますね、ちょっと、はい、で、ここ裏蓋にはブルーインパルスのデザインとともにシリアル番号が刻印されています、うんうん、オンリーワンですよ。です、ね、世界に1本しかないと。で、料金が49,500円、はい。なるほど。でも納得の値段ですね。だって20分の1秒単位ですよ。うんうん、しかも、はい、そう、国自衛隊。これオフィシャルですから。ブルーインパルスオフィシャル。はい、で、これ、スタンダードモデルのケンテックス、はい、ブルーインパルスソーラースタンダード、ね、はい。ソーラープロでしたけど、先ほどは。あ、山根さんがしてるのがソーラープロ。はい。で、今、ここにあるのがスタンダード。これがスタンダードですね。はい、ちょっと見せてください、はい、こちらも風と雪でね販売してます。かっこいい。でこちらは少しお安くてですね、25,300円、あ、約半額ですね。本当ですね。でプロと何が違うかというと、これね、ベルトがナイロン製なんですけども、はい、このナイロン、通常のナイロンの5倍の強度を持ってる、はい、バルスティックナイロンってやつ、ね、強そうな名前。バリスティックですよ、うん、バリスティックミサイルですよ。バリバリアンみたいな。バリスティックミサイルで弾道弾か、おお、これまでも国防ですよ。はい、国防ですね。あ、しっかりしてますね、本当だ。はい、そもそもなんですけど、最近って、うん、特に若者はもうスマホでね、はい、この時間を見るのってもう慣れちゃってるじゃないですか。そうですね。でやっぱり腕時計してる男はやっぱり、え、かっこいいと思います。違いますよね、やっぱりね。はい、あ、気を使ってんなっていう、ね、はい。しかもあのスマートウォッチではなく、うん、やっぱこう文字盤のタイプが、こう男性の知的さとか、うん、ダンディーさとか魅力を引き出すかなって思います、そうですね。しかもこの航空自衛隊モデルですから、あ、胸熱、もう文武両道ですよ、まさに、はい、で、はい、風と雪さんでは、うん、このね、腕時計のラインナップかなり充実してまして、はい、これケンテックスのブルーインパルスモデルですけれども、はい、他にもね、こちらドイツ製の腕時計販売してます。これも非常にね、シンプルなデザインで、あ、なんかまた重厚感がありますね。こちらがミューレグラスヒュッテ、ミューレグラスヒュッテテラスポート2というね、腕時計、はい、ミューレブランドっていうのが非常にこう信頼性が高くて、うん、こうドイツの海上捜索救助局巡洋艦や救命ボートで着用する腕時計、だから日本でいうところの海上保安庁、海上保安庁の保安員の方々が救助の際につける、つけて、あ、そうするとやっぱこう、だから相当丈夫だし、うん、時間も正確なんでしょうね。ちょっと見てもいいですか？どうぞ。で、こちらお値段が22万。確かにね、このブルーインパルスに比べると。でもちょっと今時が止まりました。でもドイツ当局も認めるそうです、ね、このクオリティですか？そうですね。あ、また色がなんか渋くてかっこいい、うん、文字盤の時計って、そう、はい、一生ものですから、うん、おそらくこれ買ったら、一本買ったらもう何十年と使えるわけです、うん、そうですね。で、こうあのお子さん、息子さん、そうそうそう、なんかこうね、譲ってずっとこう代々使っていく、そうですね、こう孫の形見にね、いかがでしょうか。そうですね、孫の形見にいかがでしょうか。孫の形見に、はい、はい、でもかっこいいからいいですよ、はい、うん、で、この風と雪のウェブサイトね、うん、見ているとですね、やっぱり時計のラインナップが非常に充実してまして、はい、今これ男性用のね時計紹介しましたけれども、はいはい、女性もののね、ありますか、あるんでぜひ探してみてください。わかりました。私も時計は好きなのでちょっと見てみます。はい、はい、といったところでね、やっぱり重ね重ねになりますが、はい、やっぱ時計つけない時代だからこそ、うん、つけない人が多い時代だからこそ、つける男、かっこいい、まあ男だけじゃなくてね、女性もですけども、ね、やっぱり私
あ、女性、時計つけてると、うん、それだけで好きになっちゃいます、ね。じゃあ皆さん時計つけましょう。はい。ね、男性の方もやっぱりこう、スマートウォッチよりかは、私はやっぱこう、文字盤のこういう時計の方が、うん、さっきも言いましたけど素敵だなって思うし。うん、やっぱ時間を守る人がね、うん、いいですよ。やっぱ遅刻とかね、ありえないですよ。そうですね。確かに、こう、あの、逆算、はい、できますよね、文字盤だと。逆算というかこう、そう、デジタルよりも分かりやすい。見やすい。あと5分だとかね。そう。なのでね、ぜひ、風と雪のウェブサイトとインスタをね、ご覧いただければと思います。うん、そうですね。はい。URL はね、概要欄に貼っております。はい、近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。